熊谷源一写真動画館。熊谷源一は日本の写真家、動画家。長野県下伊那郡大内村に生まれる。旧制飯田中学卒業後、小学校教員の傍ら、動画を描いていたが、1933年の思想弾圧事件 2.4 事件で検挙される。1936年から武井武雄の勧めで、子供などの写真撮影を開始。まだ20代であった1938年に刊行した写真集、大内村、一農村の写真記録が高い評価を受ける。戦前戦後を通じて写真撮影を続け、1955年には1年生ある小学教師の記録により第1回毎日写真賞を受賞した。動画家としての活動も並行して継続し、絵本や画集の刊行も行った。写真家としては一貫して農村の姿、特に子供の姿を撮影し続けた。1994年には地域文化功労者として文部大臣の表彰を受けた。2006年産経児童出版文化賞、日本放送賞受賞。2010年11月6日101歳で死去。なお、長男の熊谷博人はブックデザイナーである。熊谷源一の出身地である阿智村は1988年にふるさと動画写真館を建設し、熊谷源一本人から寄贈を受けた写真作品の紹介を行っている。上記、熊谷源一写真動画館では、1998年に熊谷源一写真賞コンクールを設け、現在まで毎年受賞者を出している。南信州新聞。ありがとうございます。